実際に目でそのことを確認できるわけじゃないけど、それでも本当のことだよね。そのことを思い出せば、いつでも一人じゃないし、心はどこにだって行けるよ。ね。あ、てへっ。今、私っておかしなこと言ってる？くらいの嫌なことなんてすぐ吹っ飛んじゃうよ。ほら、こうやって木陰の中で空気をいっぱい吸うと胸の中がスーッとするでしょ。頑張るぞって力が湧いてくる。これってすごいんだ。そう、ひんやりしてる。でも、もっと不思議なのは、実際に触ってみると、木って冷たくないんだよ。春は桜の花やこの欅が綺麗なんだよね。この川肌が湿り気を帯びた濃い茶色でね、黒って言ってもいいかな。そして葉っぱが輝くような色なんだよね。その黄緑が黒と隣り合うから一層眩しく見えるんだ。私は毎年あの風景を見るだけで、あーいいなーって涙が出そうになる。え？どうして？気持ちよくっても嬉しくっても涙ってこぼれそうにならないかな。翔吾くんは違うの？私はそうなんだ。あ、それっておかしいのかな。私、これからね、インターネットカフェに行ってくる。誰かが何か書いてくれてるかもしれないよ。楽しみなんだ。ドキドキするな。じゃあね、翔吾くん。バイバーイ。
超前にもらったけど、これも。初中見舞い来たか？ミフちゃんからの初中見舞い？もらったっす。感激っすよ。店長！もらったよ。見せて。これ、これが俺の。店長の見せて。順番から考えるとマグロ、ショーゴ、俺、店長。一つのお話になってるんね。そうみたいね。いや、待てよ。トビーは？やつだってもらってるだろ。君たちは思い違いをしている。詩の解釈とはそんな風に一つの解のみを追求すべきではない。いいか、文章も数式も言語を用いる表現であるという意味では同じだ。だがしかし、
勲章とは数式ほど厳格なものである必要はない。ある制約を受けつつももっと自由に果てしなく広がりのある表現でいいのだ。よーし乗ってきた。ここからが本題だ。まず表現とは、ミフってちょっとおかしな子でしょ。放っておくとどんどん一人の世界に没頭しちゃうようなところがあるから、もう少し普通のことを書けないのかな。って俺の解説は、ネオちゃん相手だといつも調子が狂うな。理解したのか、本当に。食文化が違うだけでマグロを食べるのが野蛮とか言われちゃうから、ほんと信じられないっすよね。それでね、みんなと一緒にね、そのせいかなって思う。ちらほらあったよね。ミクちゃんのコメントがないんだ。そうなんだ。そんなに気落ちすることないよ。だってまだ公開したばかりだろ。これから工夫して内容をもっと良くしていけばいいじゃん。ね、ネオちゃん。新しい記事持ってきた。更新しよう。うん、記事は今までいっぱい書き留めてきたからいくらでもあるよ。でもいつも新さんのパソコンを頼るのは気が引けちゃうな。いいよ、別に構わないよ。ううん、もっとインターネットカフェを活用するようにするね。いろいろ勉強しなきゃ。オッケー、翔子もわからないことがあったら教えてやるからな。だって寿司屋からマグロが消えたら一大事ですよ。どうしよう。もし法律とかで制約されたら俺の未来は真っ暗闇っす。恐怖不毛っす。それをくぐってまず何から注文すべきですかね。
ょっとくらいの嫌なことなんてすぐ吹っ飛んじゃうよ。ほら、こうやって木陰の中で空気をいっぱい吸うと胸の中がスーッとするでしょ。気分、本当に行けるわけないよ。でもね、海を目指すって思うとちょっと心が躍るでしょ。また会ったね。うん、そう。キャハッ、ショーゴくん、気分って言ったでしょ。海まで行くなんてどんなに頑張ってもできないよ。先に行くとね、とっても素敵な場所があるんだよ。知ってる？うん、鏡川はこの景色のままずっと海まで続いてるんじゃないはずだよ。ちょっと行くだけでも植えられている街路樹の種類も変わるし、街灯の形もいろいろあるし、プランターのデザインや石畳の色も、もちろんそこに咲いているお花の種類だって違うんだ。あれって町ごとに違うのかな。私はね、少し先にあるサルスベリを見に行くところだよ。ピンクのお花がとっても可愛く咲いてるの。すごいね。そうなんだ、そんな場所もあるのか。いいな、私も自転車乗れたらな。海の景色ってこことは違うでしょ。ここの景色がやがて海の景色に変わっていくわけだから、その途中の景色があるはずだよね。どんな感じかな。私はいろいろな景色を場所ごとにちょっとずつしか見たことがないから、海を目指す感じをイメージしてもどうしても景色と景色がつながらないんだ。だから本当はね、心の中で海へ行こうとしてもいつも途中で進めなくなっちゃう。ホームページにね、何にも返事がなかったよ。お姉ちゃんにはあったんだ。私って足を引っ張ってるだけかもしれない。ううん、私っていっつもこうなんだ。お姉ちゃんにはかなわない。